スカーレットは色名の一つ、やや黄身の赤を表す。エカルラーとスカーレットレットとも、鮮やかな純色とされることが多いが、ジスゼット8100に2001では、ややくすんだ色とされている。ペルシャ語のサカーラットが語源で、本来は赤根染めの高級織物の意味である。しかし、ヨーロッパでスカーレットに使われたのは、 動物性染料のケルメスやコチニールである。伝統的に炎の色とされる。また、ストロンチウムの気線スペクトルはスカーレットとされるが、波長640.8ナノメートル、650.4ナノメートル、687.8ナノメートル、707.0ナノメートルからなる。黄ロは植物の赤根の根を原料とする赤根染めの一種で、 濃く暗い赤色を赤色というのに対して、最も明るい赤色を火色という。枠んでは赤、明けとも読む。赤と紫こを重ねて染め、深みを出した紫褐色を、深日別名は黒日、茜に、紅花の染料を重ね染めした、明るい赤色は、紅ない日、明だけで染めた色は、朝日、などの色がある。 平安時代には赤根に代わって、獅子の黄色と素黄の赤を混ぜて、秒板を触媒として作ったくれない日を生み出すことも行われ、後にはこれも、黄色と呼ぶようになった。日本では、大和朝廷時代より、黄色が、官人の服装の色として用いられ、紫につく高貴な色と位置づけられた。養老律令衣服例には、4位は、不可比、5位は朝日、 すなわち、ヒーローの感服を用いることが定められ、それより、下の位の官人には着用できない金色となった。以後、ヒーローは、中級官人の色として知られるようになり、多くの文学作品にも登場するようになった。また、武士にも用いられて、平家物語などの軍旗物語には、火の腹巻きや火の鎧が登場する。江戸時代には、庶民の衣装にも広く用いられた。 ヒーローは、スカーレットとは、しばしば同一視される。ヒーローの研究エースタディインスカーレットなど、スカーレットがヒーローと訳されることも多い。ヒーローは、茜の赤色色素、プルプリンを高純度に生成した染料の色である。それに対し茜色は、茜を生成せずに使った染料の色で、ヒーローより沈んだ赤である。スカーレットは、昇降、昇降色と訳されることもある。 ショはショウは症状に同じで、中国の創造上の動物である。症状は具に似た人面の獣で、顔と毛が赤く、その血はさらに鮮やかな赤色だとされた。症候はその血の色である。焼血、症状比もほぼ同じ意味である。スカーレットは、ラテン語でコチネラといい、天頭虫の学名でもある。有名な七星天頭はイタリアでは、コチネラと言われ、親しまれている。 ありがとうございます。